どうも隊長でございます。生贄と雪の刹那続きやっていきましょう。ということでですね、前回からですね、1週間ちょっと間が空いてしまっているので、ちょっと戦闘がちょっと雑かもしれませんが、よろしくお願いいたします。ということでルッツの山行きましょう。さてこの先に、早速戦闘が、戦闘システムどうだったかな、全然覚えてないんだよな。ほい、刹那、はい、クオン、これを倒した。蚊に刺されてる、かゆいなんかどっかにね、この部屋蚊がいるんですよ。かゆいんですよ、かゆいかゆいかゆい。ちょうど手噛まれ、ちょうど手刺されたわ。かいわ。うん、セリフ読みか、大丈夫かな。ショードの、うん、これ最初のおっちゃんじゃない、違う。内密に話したいゆえお一人で来られたし、この先でお待ち申す。ん、どうかしたか。ショー、休憩しよう。少し気分が悪い。少し気分が悪い。大丈夫？ショーがそんなこと言うのは初めてだから。腹減ってついどっかで変なものつまみ食いしたんじゃない？まあ、ショーも人の子ってわけだ。土地によっても人、土地によって水も違うからだ。旅してれば一度や二度はあるもんだ。ここは油汗をかいて、かいてる仮面の下を想像して楽しもうじゃないか。ほら、さっさと行ってこい。ふん、あれ、違う、こいつか。さすがに自分の目を疑いましたぞ。何故に標的と共に旅をしておられるのか。隙を見て依頼を遂行する心づもりか。それともまさか本気で願ったとは言いますまいな。事の次第によっては剣を交えることも許さぬゆえ、心してお答えなされよ。なぜ生贄を殺さぬのです。いずれ殺すつもりだ。殺す必要はない。いずれ殺すつもりだ。ここはね、あえてね、いずれでは困るのです。早急に亡き者にしていただければ我が主に顔向けできませぬ。よもや生贄を殺すという題材に臆したのですかな。それとも肝心の生贄に情が移られたか。なぜ生贄を殺す、生贄殺しに意味はあるのか。痛いところをついてきますな。すべては我が主のため、意味など問うても、淵なきこと、なんだっけ、淵だよね、あれたとえ不本意であろうと、主君の命に、主君の命に従うことが陛下の務め。どうやら臆したわけではなさそうですな。それならばなぜなおのこと殺さぬのです。生贄は死ぬ運命だからだ。殺したくはない。生贄は死ぬ運命だからだ。確かにそうかもしれません。生贄は最果ての地で命を絶たれる運命。我々が手を下さずとも死は避けられる。放っておいてもいずれ生贄は死ぬ。ならばことさら今殺す必要はない。ショー殿はそう言いたいのか。その通りだ。結果として生贄の命が奪われるのであれば、確かに暗殺しようがしまいが結論は一致する。我が主の命令であればこそ、私はショー殿に依頼を。確かにすでに死を覚悟している娘はなぜ。いや、何でもない。気にしなさるな。今一度お願いする。ショー殿はどうするおつもりか。生贄の最後は見届ける。望みを果たしてやりたい。生贄の最後は見届ける。その言葉に二言はないと信じましょう。はあ、主の命令とはいえ、このような依頼私とて本意ではない。そうなんだ。承知しました。生贄殺しの一件は私の胸に収めることにしましょう。しかしこれだけは覚えておいてくだされ。これを限り
私と翔殿は全く縁なき赤の他人。どこかで顔を合わせたとしても他言無用に存じますぞ。しからばごめん。何なんだあのおっちゃん。ずいぶんと長い用達だったら魔物に襲われたかと思ったぜ。ふぁ、待ちくたびれちゃったよ。さあ行こう行こう。そう、どうかした？なんでもない。最果ての地まで死ねねよ。なんでもない。そう、どうした？あ、さては翔に何か言われたな。ううん、違うよ。言われてないよ何も。ああ、言っておけばよかったかな。さあ休憩は終わりよ。ゆっくりしている時間はないの。オッケー、ごめんな刹那。さてどっちに行けばいいんだ。こっちかな。おーおーおー、すぐに片付ける。お、出たね。あ、なんだこれ。これあれじゃねえの、前回出てきたロボットの。あ、待って、名前見る前に入ってたけど、待って、何や、希望が封じられた地、何それ、古代遺跡アピ。え、これ入っていいもん。絶対これ後から来るやつじゃないの。鍵がかかってる、結局入れなーい。ダメじゃん。じゃあこっちかな、こっちっぽいな。ん、これこっち側行くの。ロラの海。あー、海っぽいな、道がねえな。じゃあローラの海行こう。やめなさい。油断しないで。お、なんだなんだ。あ、渡れねえてか。こっからはしばらく氷の上を歩くってことか。割れない保証はない。海に落ちたら一巻の終わりだ。俺も一度ここに来たことあるよ。渡れたの？海に落ちて死ぬとこさ。ああ、ん？海に落ちて死ぬとこさ。それでさすがに諦めた。賢明な判断だったな。よっぽど慣れた人間でないと渡りきることは難しいだろう。確かに。あ、確かこの近くに騎士の村ヤーガがあるわ。地元の人なら渡り方を知っているかもしれない。村で案内人を雇う。自分こっちだろう。賛成。それが安全だし確実だよ。みんなで安全に渡るためにはそれが一番だと思う。じゃあ決まり、ヤーガに行ってみよう。案内してくれる人が見つかるといいね。ヤーガとはこっち側。ふん、うわぁ、すぐに片付けるのがいい。こっち側に、こっち側に村があるって言ってるけど、本来は海、氷のあっち側なんだ。左上のあそこの大陸かな。わざわざあそこに行くんだ。まあそうだよな。船に、もともと船に乗る予定だったんだもんね。なんだこれ、なにこれ、どうしたのこれ。なんだこれ。不思議な力で守られている。まああそこか。あれだね、これ。これがヤーガ。オッケー。どうもー。あれ、どうなってんだ。一人一人いないぞ。キールの里みたいにみんな隠れているのか。まさかこの村も。魔物のやつらどんどん変化してるみたいだし。けど静かすぎる。ゴザみたいに魔物に滅ばされたって可能性も。どう思うでしょう。村は荒らされていないね。言われてみるとそうだな。確かに魔物に襲われたって感じはないな。ってことはさ、やっぱりみんなどこかに隠れてるのかも。とにかく村の中を探してみない。村の人たちみんなでどこかに集まってるだけかもしれないし。うん、どこだ。としたらでっかい家。これは入れる？入れねえな。ん？
橋のこっち側は特に渡れるわけでもない。お、これじゃねえか。何これ、サウナあったかいとこか。まあこの辺の地域寒いからね。となると、お、おお、なんか襲われてるよ。いたよ、あそこ。間一発だったな、少年。ここでは負けられない。できるわ。はあ、やるぞ。さあ、なんか、いけるよ。なんだろう。特に何の感情もなさげな。決めるわ。はい。オッケー。当然の。お、レベル上がり。さてさて。どうした？大丈夫？怪我はない？誰？怖がらないで。私たちは旅のものよ。村のみんなは無事？みんな連れて行かれた。連れて行かれた？洞窟に。洞窟だって。この先にあるネルの洞窟に魔物が連れて行った。厄介だな。村人全員がさらわれたのかよ。助けに行こう。放っておこうってなんだよ。みんなで力を合わせればきっと助け出せるよ。やれやれ、一釣り縄では行かない旅だな。みんなを連れてきっと戻ってくるから、あなたはそれまでどこかに身を隠していていい？ほう、いいじゃないか。行こうぜ。こっちか？ここの？こっちか。特に会話もなく。OK。うわ、またこれ自爆するやつでしょ、どうせ。やだな。なんだ俺。眉みたいになってるけど、あれ、人が眉みたいに固められてる。何のつもりだこれは。ひで扱いしてくれるぜ。早く助けないと。一気に蹴散らすわよ。オッケー。ここでは負けられない。できるわ。と言いながら刹那ゲージを止めます。痛い。ジスミー斬撃。ちょっとあのね、自爆するこいつらが近いんだけれども、どうしよう。ほい、ドン。刹那でセイグリッド。ほい、よし、できる。おお、自爆しよかった。ほい、ちょっとあそこに、あー、オッケー自爆した。このくらいなら私でも平気だよ。あれがね、面倒ですよね。で、これはどうすんの？助かったんだ。ありがたい。助かったよ。あなたたちは一体？旅の者です。皆さんを助けに来ました。オンに切るよ。眠ってる間に魔法で拘束されてさ、気がついたらこんなところまで運ばれてたんだ。魔物の姿を見たのか。どうやって運ばれた。魔法で拘束された後、魔物に運ばれたんだ。どんな魔物だったの？意識は朦朧としていたが、あの姿は忘れないよ。小さいが不気味な魔物だった。みんな捕まったの？村に誰もいなかったし。多分な。もしかすると旅の人も捕まったかもしれん。旅の人？宝石を探して旅をしてるって言ってた。あのあとすぐに村を離れたのなら無事だと思うか。とにかくあんたは村に隠れておけ。あとは俺たちが何とかする。あんたら強いんだな。相手は恐ろしい魔物だってのに。すまない、任せるよ。無事だったらまた会おうぜ。他にも捕らえられてる人がいないか探しましょう。
この調子だったらたくさんいそうだな。あれ？行き止まりだ。ん？あれ？他に道あった？こっちか。出ちゃったーん。こっちか。道普通にあったわ。おお、またやってる。いた、早く助けてやろう。オッケー。こいつらはなんだ、餌の見張り役ってところか。なんだろうと見逃してはくれないみたいね。油断しないで。だんだんなんか魔物が知性をつけてる。痛い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 。ちょっと切なゲージ貯めたいんだから、ちょっと待ってください。よしよしよし。はい、X 切り。戦いの流れを作る。あれ、刹那使えなかった。じゃあこれを3打打てば、OK 全員当たる。ただこれ自爆が。やるわ。うわい。このくらいなら私でも平気だよ。よし。さあ次は誰だ。次は誰だって話も変だけどね、やられてるんだから。おお、助かった。もうここで人生が終わったかと思ったよ。あれ、見かけない顔だけど君たちは。名乗るほどのものではないけど、キールとその仲間たちだよ。調子に乗らないで。私たちは旅の者よ。魔物にさらわれたと聞いて助けに来たの。そうか、ありがとう。君たちが来てくれなかったらどうなっていたことか。魔物のやつ、騎士団がいない隙をわざわざ狙うなんて。騎士団？我らの美しき姫が率いる騎士団だよ。その騎士団はどこに？近隣の魔物を退治するためにちょっと村を離れているんだ。留守中を狙われたってことね。まったく、最近の魔物は妙にずる賢くなってきているよ。以前とは大違いだ。今後研究課題として僕も調べてみようかな。それにしても君たちよくここは分かったね。名前は聞きませんでしたが、村の男の子が教えてくれたんです。男の子？妙だな。村の子供はみんなここに運ばれたと思ったんだが、誰か無事に逃げ出したのかな。もしかしてあいつ魔物か？なんかあんまりね、襲われてても変な感じだったかな。とにかく魔物が戻らないうちにあんたは逃げな。あとは俺たちが何とかする。村で古い書物の研究ばかりしているから、戦いはからっきりしてね。ありがたくそうさせてもらうよ。それじゃまた。あと何人だ。わあ、なんかいっぱいいるな。見つけた。見つけた。あそこにも人がいるわ。待ってろよ、今助けてやるからな。あー、めんどくせえ。はい、ですね、いけるよ。 X 切りでここかな。ここにやれば OK。 3体あった。サンダーをじゃあここかな。邪魔をしないで。ここに打ち込む。オッケー。痛い。おい、自爆した。はい。さて、やるぞ。少し放置。よし。よし、倒した。あ、これ全員当たる。先を急ぎ。まあまあまあ、まあ。よし。女性だ。あなたたち騎士団の人ではなさそうね。勇敢だからてっきり騎士団だと思ったわ。俺たちは旅の者だ。助けに来たのはあくまでも成り行きでね。成り行きでも助けてくれたんだし、心から感謝してれば。怪我はないか？怪我なんてしてないわ。あの魔物、私たちを保存食にするつもりだったのかも。全然手を出してこなかったし。
それが本当ならかなり地上の高い魔物ね。信じがたいけど、私いつか騎士団に入りたくて普段から鍛えていたのに、魔物に遅れを取ったなんて悔しい。不覚もいいところだわ。これ以上あなたたちに迷惑はかけないわ。一人で戻れるから大丈夫よ。さすがは騎士団を志願するだけのことはあるな。大した度胸だ。いつか村に来ることがあったら騎士団を訪ねてみるといいわ。とっても勇敢な女性が指揮を取っているから。じゃあ気をつけてね。気をつけてほしいのはお前だけどな。他にもいるかしら。まだ奥があるみたいだぜ。立派な子根性で羨ましいや。行きましょう。長え長え。こっち側は、ああこれ友達ともしびみつば。お、セーブポイントがある。待って、じゃあ回復してセーブしよう。だってどう、あ、やっぱりさっきの男の子じゃない。お前村にいた少年か。おいおい、どうしてここにいる。隠れてろって言ったろうが。もしかして別れた後に連れてこられたの。そんな、ごめんね、一人にしちゃって。怖かったでしょ。大丈夫、怪我はない。みんなを助けたんだね。全員かはわからないけど、他にいるのかな。どうした少年。この奥にまだいるんだ。お願い助けてよ。どっちに行けばいい。そいつに近づくな。え、なんでそんなこと言うんだよ。早く助けてあげようよ。どうしたんでしょう。ちょっと変だよ。何か気になることでも。どうも妙だ。妙って、ショーがそういう時って大体当たるんだよね。嫌な予感。ショー、一体何が気になるの。なぜ一人だけ助かった。村の子供はここに運ばれた。確かに村の人はそう言っていたけど、でもさ、数え間違いだってこともあるよね。ああ、一人ぐらい魔物が見逃したってこともあるだろ。なあショー、お前何を疑ってるんだ。それじゃあ、あの子は一体何だっていうんだ。あいつが魔物だ。そんな、僕は魔物なんかじゃないよ。ショーか、すごいね、そのさっき。この姿に惑わされないなんて。まさか本当に、まあ、魔物も人間と変わらないよ。食べなきゃ死んじゃうんだ。だからごめんね。おお、うわうわ、信じられない。まさかこんな魔物が存在するなんて。守るためにできる。私は戦う。ボスですね。タックル。待って、刹那ゲージ。切な、ネバネバい、なんだ、うわ、切な封印されてるんですけど。じゃあどうしような。あー、封印されてるんですよね。待って、なんでそんなにクオンじゃねえ、あ、そう、クオン狙うの。クオンじゃねえって、クオンで。はい、これで戦えるわ。んー、じゃあちょっとボール、はい、ボール、力を貸すとし。悪いね、クオンがな、使えないんだよね。よし、あー、刹那が使えないからだいぶダメージが少ないでござる。祈り、助かる。オーケー。じゃあ影切り、一撃で仕留める。オーケー、できる。いやー、せつな、痛い。あ、効かねえ。なるほど、サンダーは効かないんだね。お、やっと使える。
あ、待ってよ。X 切り打とうとしたのに。じゃあ次。あ、待って。これは天だから、ムーは突きか。ほい。ブリリアント。聞いた。できる。じゃあ、ダッシュ切りで。やめて、あなた、これ以上あなた傷つけたくないのだ。フルドロップ。ほい、倒す。お母さん。みんな、大丈夫？アリか？倒さないんだ。母さん、怖い奴らが来たよ。早く逃げないと。待ってて。僕が母さんを助けるから。どうするでしょう。追いかける。その方が良さそうだな。ここで逃がしてまた村の人を襲われたら元も子もない。そうと決まれば急いだ方がいい。逃したら面倒なことになる。なるほどね。ちょっと待って、状態異常かかってるけど。これは何？麻痺？ OK。 ほい。はい、ということでね、ちょっとなんか意味ありげなボスでしたけど、まあ、なんかね、めんどくさいことになりそうだね。ということで、今回この辺で一旦終わりにさせていただきますね。今回の、ね、動画良かったらチャンネル登録、高評価、コメントなどぜひぜひ。それではまた別の動画で、ね、お会いいたしましょう。今回ここまでです。それではまた次回。ではまた。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。